失礼します。トレーナーさん、生きてっか？差し入れ持ってきたぜ。またげっそりしちまって。どうせ飯もまだなんだろう。やっぱ来て正解だったな。ほら、これ食えよ。洗って冷やしといたからさ、今すぐ食えるぞ。だろう？なんてったって農家の娘、このカツラゲース様のお手製野菜だからな。学園から借りてる畑で取った産地直送トマトだぜ。気になるなら息抜きに後で見に行くか。私家の畑仕事を小さい頃から手伝っててさ、朝畑いじりしねえとなんかすっきりしないんだよな。てなわけで理事長に相談して作ってもらったんだ。都会に行ってまでって家族には笑われたけどよ。ああ、昨日も懐かしい写真ってみんなで畑仕事してた頃の写真が送られてきたぜ。朝はまだ薄暗いからみんな並んで畑に向かうんだ。で、その時に一人があくびすると全員に映ってさ、出たな、あくび泥棒とか言って鬼ごっこになったよ。最後は絶対母ちゃんが父ちゃん担ぐんだよ。懐かしいな。あれみんなやってんのかな。今だったら私も父ちゃんのこと担げそうじゃね。畑仕事か？どうしたんだよ急に。そっかそっか。よっしゃ、じゃあちょっと収穫すんの手伝ってくれるか。ついでにいろいろ持って帰ってくれよ、いっぱいあるしよ。今ハサミ持ってくる。トレーナーさん、大丈夫か？蛇でも出たか？え？ああ、アゲハチョウの幼虫か。確かに間近でこれはビビるよな。よしよし、このお兄さんがびっくりしちまうからさ、悪いけど別のとこ行ってくれな。逃がしてきたからもう大丈夫だぜ。尻もちついたみたいだけど腰とか打ってねえか。虫は慣れてないと怖えよな。よし、やっぱ収穫は私がやるわ。慣れてないことやらすのも申し訳ねえしよ。サクッと取ってくるからちょっと待ってろ。トマトとキュウリとついでにトウモロコシな。虫のチェックもしたし安心して食えると思うぜ。いいって、野菜もらってくれんの助かるし。じゃあそろそろトレーニング行くか。